日本エネルギー管理センター専任講師の西山です。3月18日月曜日より、令和6年度上期第2種電気工事試験の受験申し込みが開始となりました。今回ですね、受験を予定されている方は忘れずに申し込みをお願いいたします。この動画では、令和6年度上期試験の主にスケジュールと、あとは注意事項などですね、そちらについて解説をしていきたいと思います。 またよくですね、CBT 方式と筆記方式ってどっちがいいんですかっていうことをね、聞かれる方もいらっしゃるので、まあ、個人的な見解ですけども、そちらについてもですね、お話をしていきたいと思います。では、今回の動画に関しましては、このような流れですね、全部で7項目、あとは最後にですね、弊社の講習会についてもご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひ最後まで動画をご覧いただければと思います。 それではまずは、紙記試験の概要なんですけども、え受験申し込みについては、もうすでに始まっておりますが、3月18日の月曜日午前10時から、ちょっとですね、伸びております。4月12日の金曜日の午後5時までとなっております。後ほどご説明するんですけども、先に言いますとですね、 えー、第一種電気工事士もそうだったんですけども、令和6年度の紙記試験からも基本的にはもう全てインターネットでの申し込みとなってますので、えー、十分にご注意いただければと思います。まあ、以前みたいにですね、郵便局からの郵送っていうのがもう基本的には受け付けてないということになっております。で、今回ですね、CBT 方式への変更期間が4月の12日から4月の18日までの間になっています。で、 CBT で受験したいという方は、必ずこの期間に変更を行ってください。で、またですね、CBT から、やっぱり筆記方式へっていう再変更期間もこの期間しかできませんので、もし CBT で変更したんだけども、やっぱりマークシートがあってことはもうできません。この期間を過ぎてしまうと。なので、十分にご注意いただければと思います。で、CBT 方式の試験日は、4月の22日から5月の9日までとなっています。 筆記方式の場合は受験票の送付が5月の10日ですね。で、なお CBT 方式の場合は受験票の発送はございませんのでご注意ください。筆記方式の試験日は5月の26日日曜日で、で、今回からですね、もう午前のみとなってます。まあ、それぐらいですね、CBT で受ける方が多くなったということかなというふうに思っております。 合格発表なんですけども、6月の10日に月曜日に Web 公表、で、7月の5日金曜日に結果出所の発送となっておりますけども、CBT 公式で受験した場合ですね、まず当日にもうはっきりとわかります。あと、正式な発表っていうのが試験2週間後にマイページで結果を確認できますので、まあ確実な結果っていうのが、もちろん CBT の方が早くわかる。これまあ大きなメリットかなと思います。で、ここまでは学科試験になります。 技能につきましては、7月の7日金曜日に受験票の送付が行われます。こちらはですね、学科試験を受験された方は、結果通知書と兼ねております。試験日につきましては、7月の20日の土曜日か、21日の日曜日で、これは試験値によって異なって、自分で好きな方っていうわけではないので、ご注意ください。技能試験の合格発表につきましては、ちょっとやっぱり時間かかるんですよね。 8月の16日の金曜日にウェブ公表で23日に結果通知書の発送ということになっております。受験手数料につきましては、先ほども申し上げましたように、今回からインターネット申し込みのみとなってますので、9300円で共通となっております。まあ、以上が概要になりますけども、皆さんですね、必ず申し込み期間、お忘れなきようにお願いをいたします。あとよくですね、 受験票が来ないんですけども、っていうことを、たまに当センターの方にもご連絡いただく方いらっしゃるんですけども、結構ギリギリなんですね。学科試験については。なので、受験票の送付日っていうのも、ご自身で確認をしておいてください。さあ、では続きまして、今度は CBT 方式とはということで、これもだいぶご存知の方も多くなってきていると思いますけども、まあ、簡単にご説明しますと、まあ、パソコンで受験するっていうことですね。 で、問題用紙やマークシートの代わりに、パソコン画面上に表示される問題に対して、マウスを使って、選択肢これはいいだよと、ロボットだよとか、ね、選んでいくということになります。で、CBT のメリットっていうのは、受験者一人一人に対して、個別の問題が出題されますので、いろんな日程、いろんな時間、いろんな場所で受験することができるんですね。それが大きなメリットになります。 さて、えー、メリットとデメリットということで、で、あの、先にですね、個人的な見解をご説明しますと、まあ、今、あの、CBT 方式ってどんどん拡大していまして、えー、電気工事士の2種1種、あとは電源三種もそうなんですけども、で、えー、第2種電気工事士だけに限って言うと、正直言って、えー、筆記方式の方がおすすめです。で、1種の工事士と電源三種については、 まあ、どちらでもいいかなと思いますし、で、電源伝達についてはですね、実はあの CBT の方が結構メリットも大きかったりしますので、まあ、あの、一種の工事士も正直、えー、CBT でも問題ないかなと思うんですが、二種はですね、ちょっとやりづらい部分があるので、正直言って、えー、もし予定とかがちゃんと取れるのであれば、筆記方式の方がいいと思います。はい。で、なぜかっていうのもこれからご説明していきます。 まず CBT 方式のメリットなんですけども、これはもう、どの試験も共通ですね。受験期間内で自分の都合が良い日時から選択できて、しかも全国200カ所以上の会場から自分の好きな会場を選べるんですね。まあもちろん空いてればですけども、で、しかも実際ですね、この日程っていうのが22日から5月の9日までということで、まあそんなに長くはないですけども、結構幅広く取られてまして、何がいいかっていうと、平日受けられるっていうんですね。 これ結構でかいですよねあの。私なんかもそうですけども、土日仕事の方っていうのも結構いらっしゃると思うんですよ。でそういう方については、もう平日受けられるっていうのはすごくいいなと思います。はい。で、あと、これもいいのが、予約した日の3日前までであれば、やっぱりちょっと別の日程がいいですとか、できるんですよ。なので、急遽予定が入ってしまっても変更できていたら、これはいいですよね。 まあ、あと、えー、自己採点する必要がなく、てか自己採点そもそもできないんで、えー、自己採点しなくても、もう、あの、当日ですね、終了画面で、正答数が表示されるんですよ。でそうすると、30問以上あってればもう合格っていうのはその場でわかりますんで、まあ、筆記方式よりもそういう意味では、まあ、早くから技能の対策始められるかなと思います。まあ、ただ、筆記方式も、えー、自己採点ってのすれば、ね、当日の夕方にわかりますので、 まあ、その違いはないですけども、ただそもそもね、CBT の方が早いですからね。試験日がですね。はい。で、じゃあデメリットはっていうことなんですけども、実はですね、私が二種工事士は正直筆記用式の方がいいよって申し上げてるのが全てここなんですよ。えー、会場で貸し出される筆記用具でしかもこれボールペン黒なんですね。それとメモ用紙しか使用できないと。で、何が言いたいかっていうと、色ペンが使えないんですよ。 なので、複線図を書くのが結構めんどくさくなるんですね。で、しかも、あの、パソコン画面でこうやって拡大とかしないと配線図見れないんで、正直、配線図の問題はものすごくやりにくいと思います。結局、第二種電気工事士っていうのは、細かい単線結線図をこう読み取ってやっていかなければいけないので、ちょっとですね、やりづらいっていうのが正直だと思います。まあ、時間が長いので、じっくりやればいいとはいいんですけども、 はっきり言ってやりづらいですね。あの、伏線図は、こう、技能にも繋がるんで、色分けしたいんですよ、できれば。なので、正直、この筆記用具で、しかもボールペン黒。で、これ、あの、会場によってフリクションかどうかって分かれるらしいんですけども、あの、消せないですよね、これね。なので、はっきり言ってデメリットでかいんですよね。はい。まあ、しかも図面も見にくいですし。で、ね、あの、3番4番については、まあ、正直、 えー、そんなに大きなデメリットにはならないかなと思うんですが、まだあの、問題とかと使ったメモ用紙持ち帰ることができないんですね。なんで、あの、あの問題どうだったかなとか自分で確認できないんですけど、まあ、これはやりたい人ほとんどいらっしゃらないと思うんで、まあ、いいかなと思います。まあ、あとは、一番薄い試験日でも5月の9日ということなんで、ちょっと早いんですよね。試験日が。なので、えー、じっくり勉強したいよって人にとってはちょっときついかなと。まあ、結局、9日と26の間、 これだけ下がりますので、2週間以上で下がりますんで、えー、結構2種工事士の2週間って大きいですからね、はいまあ、そこがデメリットかなと思います、まあ、ともかくこの1番2番ですデメリットの第2種についてはこの1番2番のデメリットがものすごく大きいんですねで1種工事士と電験3種についてはまあ正直この1番2番のデメリットはそんなに大きくないので えー、まあ、ちょっとボールペンしかレシピをされないんで、例えば電源装置で計算ミスした時に <laughs> 直すのめんどくさいんですけど、まあでもそれでもね、大したことはないと思うんで、ちょっとですね、西の工事詞は本当に筆記方式の方がおすすめです。この1番2番のデメリットがものすごく大きいです。はい。では続きまして、えー、色ペンが使える影響って何があるのと。なんか西山すごく強調してるけど、どんだけ違うのかってことなんですけども、 複線図、これ実際に色ペンを使ったバージョンと使ってないバージョンをお見せしますと、まず従来の筆記方式だと、こうやって色ペンが使えるので、線の役割別に色を分けることができるので、非常に分かりやすいんですね。で、筆記試験、あ、学科試験の複線図ってこんな単純じゃないですから、もっと複雑ですから、で、これがですね、一色で黒になるとこうなっちゃうんですね。非常に分かりづらくなるのと、で、しかも、結局、 場合によっては消せないですから、ボールペン。消せないってことは、あの、間違って書いたらぐちゃぐちゃになっちゃって、え、ミスする可能性がすごく高くなってしまうんですね。なんで、あまりにもですね、ちょっとデメリットが大きいです。正直言って。複線図書く上ではですね。はい。なんで、あの、本当に冷静にですね、ちょっとご判断いただければなと思います。では、筆記方式のメリットですね。で、まず、えー、CBT よりも試験日が遅いので、学習できる期間が長くなる。 はい。あと、もうこれ、丸2番ですよ、もうともかく。えー、鉛筆、シャーペン、消しゴムに加えて、色鉛筆、色ボールペン、蛍光ペン、マジックが持ち込めます。ただ、これは、あの、あくまで複線図書くときだけですね。マークシートにマークするときは、まあ、鉛筆かシャーペンになってます。で、もともかく、この複線図で色分けして書くことができるっていうのと、あと、あの、問題用紙もですね、図面が見づらい、見やすいですから、で、あの、いや、ちょっと細かい、見、くいっていう人も、ルーペン持って,ってって構わないんで、あの、筆記方式のときは。 あの CBT の時はもう会場にはもう基本的に一切自分の私物を持ち込めないですけども、筆記方式の時はルーペとかも持ち込んで良いとなってますので、えー、細かいの見るときはそれを使えるということですから、まあ、正直、ハイステンズの問題は絶対にやりやすいです。筆記方式の方は。で、えっと、デメリットなんですけども、えー、決まった会場を日時でしか受験することができない。つまり、自分の都合に合わせて会場日時を選べないんですね。あの、試験値はもちろん選べますけども、東京等とか。で、ただ、 東京都なんかまさにそうなんですけども、会場がたくさんあるんですね。すると、ご自宅から近いところにある会場に行くとは限らないんですよ。これなぜかっていうと、ランダムで振り分けられるらしいんで <laughs>、あの、そうすると、え、なんでこんな遠いところにわざわざ行かなきゃいけないのとか、結構あるんですよ。はい。で、あとは、あの、まあ、試験日の夕方以降で、自己採点するまで実質的な合否がわからないっていうのもあるかなと思います。まあ、あの、特に一番ですよね。デメリットとして大きいのは。 例えば、どうしても、この、筆記方式の試験日である、5月の26日、日曜日、まあ、しかも午前中のみなんで、えー、この日にどうしても外せない予定があるって人はもう、しょうがないですから、CBT で受けるしかないよね。っていうことになるわけですね。はい。では、えー、続いて、CBT で受験するためには、あの、逆に、筆記方式で受験する方は、あの、申し込んでそのままにしとけば、もう勝手に筆記方式になりますんで、問題ないです。 で、CBT で受けたいですよって人は、まあ、まず申し込み期間内ですね。必ず申し込み実施します。これは CBT 方式だろうが筆記方式であれば区別ありませんので。で、次が重要です。これ期間が短いですよね。4月の12日から18日の間に必ず CBT 方式への変更申請を行ってください。で、この変更申請というのは会場日時をまず予約することによって変更となります。 で、この時に、いやいや、予定分かんないから予約できないよってことあると思うんですが、まず、ともかく予約をしてください。で、えー、先ほども申し上げましたように、予約した試験日の3日前までであれば変更できますんで、会場日時。もうとりあえず予約をしてください。で結構、あのー、まあ、やっぱり土日多いんですよね。受けたいって方。すごい早い段階で埋まっちゃってますんで、はい。あの、変更期間になったら速やかに予約をしてください。で、えー、当日ですね。 予約した試験開始時刻の5分から30分前に予約した会場に向かいます。で、CBT 方式の場合は3日前までであれば変更できるっていう制度の関係で受験票が送付されないんですね。ですので、ご自身でいつどこの会場を予約したか必ず忘れないようにしてください。で、もちろん注意点もございます。まず、えー、1回ご説明しましたように CBT 方式へ変更した場合、 変更期間終了後、ま、つまり、4月の19日以降、筆記方式へ変更することができません。それと、受験票が送付されないので、えー、当日、顔写真付きの身分証明書の持参提示が必須となります。で、これ、顔写真付きなんで気をつけてください。なんで、ま、運転免許証、マイナンバーカード、まあ、あとは、えー、パスポートとかですね。はい、そういうものが必須になります。で、あと、えー 変更できるのは予約した試験日の3日前までなので、えー、例えばそれ以降で変更しようと思ってもできないんですね。で、当日遅刻したとか行けなかったって場合で、まあ、筆記方式の方が後だから受けられるだろう。受けられませんので、気をつけてください。あと、えー、これ、受験した問題、例えばこういう問題が出たんですとかいうのを第三者に開示してはなりません。 で、えー、これもちろん SNS への投稿とか、掲示場への書き込みアウトです。これ場合によってはですね、損害賠償請求等の措置が取られる場合があると明記されてますので、えー、十分に注意をしてください。あの、確かにお一人一人問題が違うんですが、無限に用意されてるわけではないですから、問題がですね、開示されると困るんですね。で、それでもし、なんかあまりにも情報が漏れちゃって、試験できなくなったって言ったら、もうそれ漏らした人、今バレますからね。 はい。なんで、絶対に情報開示しないようにお願いをいたします。さて、えー、続きまして、今年度、上期試験の注意点と特徴なんですけども、えー、まず一つ目、えー、こちら、前回の、えー、要するに令和5年度下記で、技能、残念ながら落ちてしまった方、えー、学科は受かったんだけど、技能落ちてしまったっていう方はですね、えー、今回の上期試験で、えー、学科の免除申請して受験しないと、 え、学科試験の合格っていうのが失効します。まあ、今回受けられないから、えっと、下期に、令和6年の下期に、えー、技能を受けようってことできないです。次の試験までなんで免除は。なんで、これ必ず受験をしてください。え、また学科から受け直しになります。あと、こちら、申し込みはもう原則 Web 申し込みのみとなってますので、ご注意ください。で、どうしても郵送で受験したいって、あの、申し込みたいっていう人は、あの、試験センターに個別にお問い合わせください。 あと、えー、筆記方式の試験がですね、今回午前のみとなってます。まあとは言っても、の自分で午前午後を選ぶってことはできなかったんで、まあそんなにここは影響ないかなと思います。で、次が、えー、ちょっと大きいお話になりますけども、えー、今回本当に何年ぶりだろうって感じなんですが、えー、技能試験の公表問題が、えー、一部変更になりました。あの、ナンバー3番とナンバー13番なんですけども、はい、えー、これ。 えー、本当に久々ですね、変更あったの。ただ、あの、そんなに大きい変更ではないんですけども、ただ影響は結構あります。はい。えー、ちなみにレ、ナンバー3番とナンバー13番って回路ほとんど同じなので、同じ変更がされています。えー、まず、これ令和5年度なんですけども、ただのコンセントだったんですね。ところが、えー、今年度、これが設置局付きコンセントに変わっております。はい。えー、これが変更点ですね。で、えー ナンバー13番も同様です。で、これ作り方がですね、ちょっと違うんですね。で、えー、どういう違いかっていうと、あの、通常のコンセントっていうのは、ちょっとすいません、赤で書いちゃって申し訳ないんですけども、通常のコンセントっていうのは、はい、こうやって、なんかあったら、えー、どちら、すいません、ちょっとあの左右の向き、ごめんなさい、違ったら申し訳ないんですが、えー、こっち L、N っていう形、まあ N とか W ってなってたら、えー、こっちに黒を入れて、 こっちに白入れてっていう形だったんですね。ところが、えっ、ー、と、チケクチのコンセントっていうのは、裏見たときに、左側がこれアースで、えー、こっちが L、N っていう形なんで、これ黒と白をこうやって縦に入れるんですね。はい。で、アース線こっち。緑。はい。っていう形で作るので、あの、全然違うんですよ。 これはもちろん間違ってしまったら、あの、大きな事故になりますんで、えー、結構慣れてない方はきついかなと思います。これ、今まで2種でなかったんですね、設置局付きコンセントって。なんで、あの、ちっちゃいけども、ある意味大きな変更というところで、えー、特にあの、前回技能落ちてしまって、今回技能だけ受けるって方は、あの、前回と完全同じだと思っていると、ここで大きなダメージ食らいますので、えー、ご注意ください。はい。ということで、えー、今までいろいろご説明しましたけども、 えー、詳しくはですね、電気技術者試験センター様のホームページでご確認をお願いいたします。えー、CBT 方式の体験もできます。では最後に、えー、当センターの第2次電気工事士の講習会についてご説明させていただきます。まず、学科の講習会なんですけども、えー、2日間で、えー、それぞれ9時から17時までが基本となってます。あの会場によって時間が違いますので、これご注意いただければいいんですが、要するに8時間ですね、休憩含めてですね。 で、えー、とばかこの学科の講習会っていうのは、もう合格のためだけに、え、やる講習会なので、えー、余計なことはやらないです。例えば、こういう、こういう部分は捨ててしまってくださいとか、で、あとはあの、これ、覚えるためのテクニックをですね、ここでえ解説をして、それに皆様が、え、勉強するための能力を最小限にするための講習会をやっていきますので、えー、ぜひですね、最低限の努力で合格したいという方は、え、受験いただき、受講いただければと思います。 で、えー、技能の講習会に関しましては、こちらも2日間で、えー、基本的にはあの、9時から17時、つまり8時間ですね、休憩含めて。はい。で、えー、当センターの特徴はもともかくこれですね、13課題すべて実施します。で、えー、時短のテクニックをもう徹底的に解説いたします。まあ、代表例で言うと、伏線図を書かずに、えー、やるやり方をお教えします。まあ、40分という制限時間が技能ありますので、 結構作るのが苦手な方はきついんですね。で、伏線図を書かずにやると5分ぐらいは最低でも短縮できますんで、そういうテクニックを徹底的に解説いたします。結構あの、会社様によっては13課題全部やらないっていう会社さんもありますので、13課題全部やるというのはね、結構珍しいかなと思います。もちろん会場によっては9時17時じゃなかったりとかしますけども、で、あの、基本的にはですね、まあ、 えー、例えば、自社開催、えー、東京港とか、えー、名古屋元気電気港、えー、ここに関しましては、えー、自社の建物になりますので、えー、例えば、あの、終わんなかったから残ってやりたいですとか全然問題ございません。で外部会場の場合は、会場の都合がありますけども、まあ、結構1日目はですね、遅くまで残ってやってらっしゃる方も多いですね。 ので、まあ、二日目はどうしても会場の撤収とかがあるんで、えー、時間で区切りますけども、一、えー、日目はですね、例えばちょっと終わってなかったから残りたいとか、そういうのも全然大海外ですので、えー、ぜひ、えー、来ていただければと思います。ただ、あの、技能の講習会は結構過酷です。はい。えー、詳しくはですね、日本エネルギー管理センターで検索いただきまして、当センターのホームページチェックいただければと思います。なお、壁期の会場はこちらになります。今回ですね、新しく広島会場を えー、設定しております。はいということで、えー、今回の動画はここまでとなります。えー、令和6年度上期第2次電気工事受験される皆様、まず申し込みの方を必ずやっていただいて、えー、試験までです徹、ね、底、えー、的に学習の方を進めていただければと思います。では最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。日本エネルギーー管理センターの YouTube をごご覧いいただきままして誠にありがとうございます 当チャンネルでは電気工事士、電験三種を受験するためのお役立ち情報が満載です。ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。